はい、こんにちは。スタジオ系のモテキです。今回はですね、クイックターンを完全解説ということで、このクロールからクロールにターンしていくターンの中で、壁をタッチしないで、こう前回りみたいにこう前転するような形でターンしていくターン。まあ、これがクイックターンっていうターンなんですけど、これについてのやり方。まあ、今までクイックターンやったことない人とか、もしくは挑戦してみたけど、うまくいかない。鼻に水入るとか、回りながら沈んできちゃうとか、壁をこううまく回った後壁に足がつかなくて蹴れないとか、そういう人たち向けのクイックターンの基礎的な練習方法、そしてもうある程度クイックターンできてるけど、もっと見直していくことでターンでスピードをこう 0.1 秒でも速くしたい、そういう人向けにクイックターンについての基礎的なことと、クイックターンをやる前にまず何を練習してからクイックターンを練習したらいいのか、必要な素材がある程度ある状態でそれを組み立てていってクイックターンを作っていく形にしないといけないんですけど、初めにその材料がない状態で作ろうと思ってもうまくいかないです。家を作ろうと思っても材料がないのに家建てようと思っても建たないんですよね。まあ、それと同じでクイックターンをするにはまず壁にこうタッチするところ、ここでしっかり壁との距離感覚を測る、まあ、空間認識能力みたいなところですね。そういうのを養う必要があったり、あとは壁の直前で減速しない、むしろ壁に対して加速していくような感じの、まあ、これもタッチの意識なんですけど、そういうのができてないといけない。そしてあとは股関節を曲げる、この股関節を曲げる感覚、そして股関節を曲げた後に遅れて膝を曲げる感覚だとか、そういった必要な材料っていうのがいくつかあります。それらの材料がないうちからクイックターンやろうと思うと、まあ当然うまくいかないっていうことになるので、まあ、今回の動画の中ではそれらに必要な材料ですね、クイックターンを作っていくために必要な材料、これらを紹介していきます。で、もうあらかじめ練習しなくてもこの材料が体の中にある人っていうのは、もうおそらく今回の動画を見ていただいてプールで実験してもらえれば、あれもうすぐできちゃったみたいな感じになると思います。でも材料がない人に関してはまずクイックターン云々の前に材料を揃えるところから始めていかないと、材料がないから当然この完成できないっていうことになっちゃうので、まあ、そういう人は少し時間がかかると思うんですけど、今回の動画で紹介しているような練習を、まあ、1ヶ月、2ヶ月、まあ、場合によってはもうちょっとかかるかもしれないんですが、それぐらい継続してやっていくことで、まず体の中に材料が整ってきます。で、材料が整ってきたら、それらをどのタイミングで組み合わせていくのか、っていうことでうまくクイックターンが最終的に完成するようになると思うので、まあ、今回の動画を参考にそういう形でクイックターンに必要な材料を集める、もしくはもうすでに材料がありますでターンもできますっていう人は、どういう風にするとターンの回転で後半ビュンって加速するか、回転が加速することによって体が壁に引っ張られて強くグンってこう壁が蹴り出せるようになる、そうすることでタイムがすごく上がる、そういう、こう、クイックターンに必要なコツっていうんですかね、タイムを上げていくために必要になってくるコツ、これも動画の中で紹介しているので、そういったことを見直して、ターンでよりタイムを上げていく、そこができるといいんじゃないかなと思います。で、今回もですね、オアシス金町店さんでの朝スイム、毎週木曜日の、大体6時5分ぐらいから準備体操を始めて、6時20分ぐらいから入水して泳いでいくんですけど、その朝スイムの中で実際に僕が水中で指導している動画を撮ってきたので、それを見ながらやってみたいと思います。で、まず最初はタッチの練習。こう、 うまく壁を見ないで下の T 字を見てから何ストロークでタッチするかっていうことについて話をしているので、まあ、まずターンに必要な要素として壁を見ないでタッチする、この要素、これについて見てもらえるといいかなと思います。最初にクロールのことをやって、まあ、タッチですね。タッチをとにかくしっかりできるようにならないとターンにつなげないっていうことで、この壁を見てタッチするタイプでタッチしてると、いつまで経ってもクイックターンなんか特にそうなんですけど、できないので、壁を見ないでタッチするっていうのを、まずやっていってもらいたいなと思います。で、壁見ないでどうやってタッチするかっていうと、プールの底にこの T 字があると思うんです。この T 字のさらに後ろにこの5メートルのラインがあって、この T 字って2メートル前ですかね？2メートルぐらいかな。2メートルですよね。うん、はい。
2メートル前なので、壁の2メートル前の T 字が見えたら、そこから深めに突っ込んで壁を見ないでタッチするっていうのを、まずタッチの技術としてやってもらいたいと思います。これが結構できてなくて、壁近くなったら壁を見ながらタッチする感じになると頭が上がるので、頭が上がって足が下がって体全体で抵抗を受けてタッチする感じになっちゃうと、どうしてもターンの時に加速がつかないとか、あとは壁見る癖があると、どうしてもこうターンの前に壁見て一回止まってから回る感じになっちゃって、泳いできたスピードをそのまま回転のスピードにこう活かせないので、一回止まってからよいしょって回っていくと、だんだん体が回りながら沈んできたりとか横に倒れちゃったりするので、壁見ないでタッチするっていうのをまずやってください。でターン以外でも毎回のタッチをそれでやるようにしてください。ショートサークルの練習とかもそうだし、ウォーミングアップの時とかクールダウンの時とかも壁を見ないでタッチするっていうのを毎回徹底しておくと、レースの時とかもちゃんと壁見ないでタッチっていうのが毎回できるようになるので、まあ、0. 何秒かそこで得すると思います。逆に壁見ちゃうとそこでブレーキかかってもったいないので、壁見ないでタッチ、それをやりたいと思います。で真ん中ら辺でスタンバイしてもらって、こっちに来る側とあっちに行く側でこう2つに分けてもらって、で、泳いでってタッチする、でタッチした後にまた泳いで戻ってきて、またこう泳いでいくみたいな感じで、真ん中からスタートしてタッチをちょっと中心にやりたいと思います。で一回僕ここでちょっとタッチやってみます。壁に手をついた状態で肘曲げてきたり、そうすると体が壁にこう近づきます。まあ、タッチターンの場合はそういう感じですね。で、つかまない方が無難です。つかめないプールとかあるんですよ、はい。壁がこう高いところとかつかめないので、タッチした後に肘の力抜いて、こう肘を曲げていくと体が壁に近づいてきて、それによってこうターンできるみたいな感じで、力入ってると壁突っ張れちゃうので、体がどんどん壁から離れていって、ターンができなくなって。傘は別にどこでもいい？傘はですね、水中の方がいいかなと思います。水の上だと、はい、結構下の方がいい。上の方がいい。水の中の。水面、本当に下、手のひら1個下ぐらいでいいかなと思います。あんまり下だとやりにくいですし、上だとこう、肩より手が上がると、不自然な格好になっちゃうので、はい、それぐらいのところでタッチするといいと思います。タッチターンにある人はそういう感じ で、まあ、そこから徐々にクイックターンにしていけるといいので、まあ、クイックターンの練習をします。で、最初にあの今日やった方はやった方からですね、膝を伸ばしたまま股関節をこうやって折る、膝を曲げるっていうよりは、膝を伸ばしたまま股関節をまずこう折ります。その後に膝を曲げるっていう感じで、ターンをやりたいです。こう泳いでいったところから、ここから両手揃って股関節曲げて、膝を伸ばしたまま股関節曲げて、その後膝を曲げて、お尻とこうかかとをくっつけるような感じにする。そういう順序で回っていくと、初めは、こう股関節があって体があるとすると、初めは股関節から曲がります。その後は膝が曲がることで、途中で回転の半径が小さくなることでスピードが上がります。全体的に大きい回転で回ると沈んできちゃうし、逆に速い段階から小さくしすぎても、スピードが途中で加速がないので、そのまま回りながら沈んできちゃったりするので、泳いでったところから、まず股関節を折って膝伸ばしたままこういう状態を作って、その後に回りながら膝を曲げていくっていう感じでターンをすると、最後までスピードが維持できるという感じで回れます。今ちょっと僕膝に膝まだ手術してあんま立ってないので、この辺ぐらいしか曲がらないんですけど、本来はここまでお尻とかかとくっつけるぐらいまでここは曲げて、で股関節も閉じるっていう風にやった方が後半で加速できるんですけど、なのでまああんまりいい見本が見せられないんですが、一回ちょっと見本でやってみたいと思います。この辺ぐらいに来ると思います。
回か行ってあげた方がいいかな、はい、足をあっちに放り出していく最中に膝をキュッと畳んでいくと半径が途中から小さくなるので回転が加速します。はい、ここまで見ていただいて、でこれをですね実際に模型を使いながら説明すると分かりやすいかなと思ったので一回ちょっとここで水中動画からこのスタジオに戻ってきました。で、実際に模型を使っていくとこう泳いでいきます。そこからまず手をこういう風に気をつけの姿勢にします。そこからですね股関節を曲げていきます。こういう感じになります。この時にまだ膝は伸びてた方がいいです。ここで膝も曲げちゃうと周りがこのままこう沈んでいって頭から落ちそうになって怖かったりするのでまずはクロール泳いでいったら手を両手とも揃えてこのままこういう風に股関節から曲げていく感じにします。まあもちろん背中も少し曲がって顎は引かれる感じになるんですがこう曲げていきます。そして回転していった後半の方でぐんと膝を思いっきり曲げてより小さくするようにしてあげると後半でですね、回転がギュンとここで加速していきます。これが加速する感じがすごく大事で、早い段階から曲げてそのままブクブクブクって下に頭から沈むとか、もしくはこれ伸ばしたままバッタンっていくと回転が大きくなっちゃうので勢いが出ないです。で、大きくこうバッチャンって回してバシャって水飛ばすと、この計測してる人に嫌がられるっていうのが昔からあって、足で大きくいくっていうよりは、前半はこう大きな半径、足がこう伸びて、膝が伸びて大きな半径から後半でキュッと、ここをキュッと曲げてあげる。そうすることでスピードが出ていく。こういう風に回れるとすごくターンっていうのは加速していきます。これによって後半で足をキュッと速くすると壁の方にちょっとこう勢いがついて壁の方にグンってこう体が引っ張られるんですよ。で、壁に近いところからしっかり股関節を伸ばす力を使って壁をぐんと蹴っていく。まあ、股関節が人体で一番こう力が出る関節なので、膝の曲げ伸ばしっていうんじゃなくて、股関節の曲げ伸ばしで壁を勢いよく蹴る。そうするとすごく初速が稼げるようになります。で、そのためにも、こう壁から遠いところで回って、ちょん、ちょんって蹴る感じだと全然進まないので、こう泳いできたところから、まず股関節から曲げて、こういう姿勢になって、ここから膝を勢いよく回していくことで、こういう壁に向かうような、こういう勢いがついていきます。これによって壁に近いところから、ボーンとこう蹴り出せる。まずこのターンの練習をいっぱいやってみてください。で、今のこの解説聞きながら、勘のいい人は気づいたと思うんですけど、今僕が説明してるのっていうのは、クロールで行って、背泳ぎで蹴り出していくターンの説明をしてます。なので、クロールで行って、クロールで帰ってくるには、この状態から、仰向けで蹴り出していく状態から、180度体をこう、ひねらないと、クロールで行って、クロールで行って、クロールで帰ってくるっていうターンにならないんですよ。で、ここについても、実はコツがあって、このコツを無視してやっていくと、ターンでスピードが出なくなります。で、案外見てると、できてない人が多いので、ここについても僕が大事だと思ってるポイントを説明します。まあ、壁近くなったら、まず気をつけをして、気をつけをして、股関節から曲げていきます。その後、最後に膝を曲げて、回転を加速させます。この後やりたいことがですね、足を右でも左でもどっちでもいいんですけど、横に放り出してほしいんですよね。足を横に放り出します。上半身は割と上向きなぐらいな感じ。でも、回転しながら足をピッて横に放り出すようにすると、この足を放り出したことによって体がちょっと横向きになります。この状態で、横向きの状態でスタートしていく。で、ドルフィンしながら横に向いてた体を下向きにしてクロールを泳ぎ出す。
こういう風に泳いでいくと一番ロスが少ないです。今僕が高校生ぐらいだった時ですかね、一番その時やっぱり早かったのっていうのがマイケル・フェルプス。まあ未だにこう水泳史に残るような名選手なんですけど、このマイケル・フェルプスのターンを何度も見て練習してたんですけど、その時やっぱりターンでこうまっすぐ行ってこのまま出てくっていう感じじゃなくて、まっすぐ行きながら回転の後半で足を横に放り出すような感じにして、横向きでドルフィンしながらその横向きを徐々に下にしていくっていう風にドルフィンをしてて、あ、これを真似しようと思って自分でもやってみたら、下向きにドルフィンしてなくても横にドルフィンしても同じように進むんですよ。水の中って上下左右ってないので、どこの方向にやっても進みます。なのでドルフィンキックは横向きにドルフィンキックしながら、それを徐々に下向きに戻していく。で、完全に下向いたところからクロールにして泳いでいくっていうのができると、一番スピードが出る、で進むターンとターン後のドルフィンになるんですけど、まあ、まずは難しいのでクロールで行った後背泳ぎで上がっていく、この練習を何度かしてください。で、慣れてきたらクロールで行って回って、この回転しながら膝を横にクッとこう放り出す感じにする。回転の後半で横に膝をクンと放り出す。で、横向きのままスタートして、そこから下向きになってドルフィンして泳いでいく。こういう風に泳げると本当にプロの泳ぎっていうか、まあ、競泳選手のターンとターン後のドルフィンっていう感じになると思います。という形で、まあ、陸で解説してみたんですが、実際にこれを水中でちゃんとターンしてるところを水の中で見てみたいと思います。その場合、男性のこう、まあ、ここの屈曲が悪いとかっていうよりも、どちらかというと、泳いできたスピードを一回なくして回ろうとしている感じがするので、そうすると回転のスピードも出ないです。泳いできたスピードをむしろ加速させて回りたいぐらいな気持ちなので、こう泳いできて、よしやるぞって言って、ここでこうしてこうして、でこうってやってると、泳いできたスピードなくなるんです。なくなったところから股関節曲げて、でその後膝を折ってやってると、だんだんこう体が沈んできちゃうので、むしろターン直前になったら、ガーッと加速してって、ぐって突っ込んでってやるくらいな感じでいきたいんです。なので、壁の近くでやるの結構怖いので、壁の近くじゃないところでまずこの動きをいっぱいやった方がいいと思います。あと、タッチの練習してる人も一緒で、壁近くになったら、むしろ、ぐっと速く加速させるぐらいの感じで壁に行きたいんです。なので、本当にこう、しっかり T 字から何ストロークでいけるのか、ある程度体重乗せるのがうまいとか、体がでかいとかっていう人だったら、ワンストロークで、T 字が見えてからワンストロークでいけると思うんですけど、そうじゃなかったら1、2くらいな感じとか、まあ、1、2、3で3ストロークも T 字見えてから書く必要はないと思うんですけど、まあ、大体2ストロークぐらいで、むしろ加速しながらタッチしていく。で、壁見ないみたいなことができると、タッチとかターンとかが、技術が上がります。で、あとは、普段クロールを泳いでるときも、そのタッチで体重乗せていく感じでもって、少し手の入水と同時に、顎を引いて、ちょっと潜り込ませるような感じで泳ぐ。毎回やってると疲れるんですけど、そういう感じで、手と頭を少し前に乗せて伸びる感じで泳いでいくと、クロールの中でも伸びが作りやすいです。特にこう呼吸し終わった後なんかに、頭を少し深めに入れて伸びるような感じにしてあげると、呼吸した後にスピードが落ちるっていうのがなくなるので、呼吸した後に少し頭突っ込んで、呼吸によってできたそのブレーキみたいなのを、むしろそこで速くするみたいな。やっていけるとスピードが上がるので、そうやってもらえるといいかなと思います。これもタッチの技術からの応用だと思ってもらって、やっぱタッチすごく大事です、ね。まあ、そこを練習してもらうのと、あとまあクイックターンをやる人は壁でやるとなかなか壁に向かって加速してって回るのって怖いと思って、まずは何もないところで泳ぎながら徐々に加速してってこう来たらこのままこうこう行って、両手揃えて、よしっていう感じでやって、ここにワンテンポ置いちゃうと、スピードがなくなって、回転のスピードが生かされないので、むしろスピードが出て、バーンと回るぐらいの感じで、それぐらいでいけるといいかなと。もうあと5分ぐらい、端からスタートして真ん中で回る。
で慣れてきたら壁近くでもやってもらいたいんですけど、まあ、壁近くでやるとちょっと怖いと思うので、初めはこうあっち側とこっち側で、2つに分かれてもらって真ん中ぐらいで回る、それをやってみましょう。でまた、分かれてあと5分ぐらいやってみましょう。また例によって左膝があんまり良くないのですごいいい見本ではないですが、ご了承ください。じゃあ1回やってみます。こんな感じでですね、ターンして足を横に放り出していくように練習すると、これも壁の近くじゃないとこがいいかなと思います。で、壁の近くでやるとこういう感じになります。で、まあドルフィン打たなくてもこういう風に横向きで壁を蹴って毛伸びしながら体を下向きに戻すっていう風にやってあげるといいと思います。横に出していく。で、蹴る。まあ、今は分かりやすく一旦動きを止めてますが、本当はあそこで止まらない方がいいです。こういったらもう止めずにスッとすぐ壁を蹴っちゃうと。こんな感じで後半、回転の後半で足を横側に回すみたいなイメージで僕はやってます。回転する前からやっちゃうと横向きのまま沈んでったりするので、あくまで上半身の回転はこう前回り前転みたいな感じでまっすぐ回っていって、足を最後横に倒していくような感じで持っていくと、横向きに蹴れる感じになります。横向きに蹴り出すのが理想で、下向きまで回転をさせると結構回転でロスするので、それよりも横向きでいいからさっさと壁蹴っちゃって、ドルフィンとかしながら横向きだった体を下向きに戻して泳ぐっていう風に受けるといいかなと思います。まあ、そんな感じで、まあ、その横に向くっていう動作も入ってくるんですけど、これはまた来週以降にやっていこうかなと思うので、まあ、クイックターンのところとしては今週はこんな感じで終わりたいと思います。じゃあまたコース分かれてやっていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。あれがクイックターンで必要なまず材料、その材料を揃えた上で、じゃあどこで股関節曲げてどこで膝を曲げていけばいいのかっていう、そのタイミングの問題が出てきます。筋力じゃなくてタイミングが非常に大事です。あとはやるべきことをちゃんとやる。焦って回ろうと思って股関節曲げないで、あんま膝も曲げないで、とにかく急いでグンってやるんじゃなくて、ちゃんとやるべきことをやるべきタイミングでやる。それだけで全然進むようになるし、早くも泳げるので、そこをやっていけるといいんじゃないかなと思います。はい、まあ、今回はクイックターンの解説、あんな感じでやってみたんですが、あれと合わせてですね、タッチの練習について語ってる動画、ここでタッチで体重をどういう風に乗せていくか、そして体重を乗せるためのドリル練習も紹介してます。このタッチの動画を見ていただくのと、あとはドルフィンキックの動画、ターンがめちゃくちゃ上手くても、その後のドルフィンがいまいちだと、せっかくターンで作ったリードが、すぐこう、隣の人に追い抜かされちゃうので、ドルフィンキックをちゃんとしていく、そのためのドルフィンの動画、この2つも合わせて見てもらうことで、タッチ、そしてターン、そしてドルフィン、この3つをやっておくと水泳ってすごくタイム上がります。特に淡水路25メートルプールで、試合がある時なんかっていうのは、この3つができてないだけでだいぶ泳力自体はあっても、この3つが上手な人にどうしても勝てないっていう風になっちゃうので、この冬の期間って結構オフシーズンに水泳の場合なることが多いんですけど、このオフのシーズンにスタート、そしてターン、そしてドルフィン、これらの技術をしっかり磨いておくと、まあ、来年暖かくなって水泳の試合とか始まってきた時にちょっとライバルに差がつけられるようになっていいんじゃないかなと思います。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価、そしてメンバーシップへの加入が更新の原動力になります。まあ、メンバーシップの中ではメンバー限定の動画を配信したりとか、メンバーの方とこうコミュニケーションを取りながら水泳の質問に答えていったり、そういうことをやっていますので、もしご興味のある方はこちらのこの下の方に出ているメンバーになるというボタン、そこを押していただけるとどんなコースがあるのかがわかると思います。はい、という形で今回の動画は以上になります。ではまた次の動画でお会いしましょう。